比べるとちょっと高いかもしれない。そうなんですよ、そこなんですよね。その辺もすごい論文、いろんな論文出てるんですけど、誰しも耳栓って言葉は知ってるんですよね。だからすごく生活の中に落とし込まれてはいるんだけど。今回のオーダーメイドっていうのと、はい、やっぱ通常の市販のってやっぱそのフィット具合が違うんですか？この耳の大きさって人それぞれやっぱりみんな違うわけですよ。例えばこれもじゃ先生の場合はあんまりこれ曲がってないんですよね、耳の穴、結構ストレートな、ストレートなんですか。人によってはすごくこうくの字に曲がってる人であったりとか、あと耳がすごい細い人、まあ女性なんかは結構細い場合が多いですけど、そうするとこういう市販のについてるようなシリコンの傘の形がまあ一般的なんですけど、これだとやっぱり入らないっていう人が多いんですよね。で無理やり入れてると、例えば1時間も入れてればちょっと痛くなってくるとか、ちゃんとした耳栓には必ず減衰値っていうのが表記されてるんですけど、この減衰値っていうのはあくまでもちゃんとはまった状態でこの性能が発揮できるっていうことだから、合わない状況でつけてればこの性能が発揮できない。だからそれこそ気になっていろいろ耳栓調べてみると、例えばアマゾンなんかでもこういうのみんな売られてるわけですよ、でレビューを見るとすごく評価の差が大きいんですよね。でそれってその人の耳にその形があったかどうかの差であって、形が合ってる人は実力がちゃんと恩恵を受けられるから評価が高い、でも合わない人は評価が低い。だからそうなってきちゃうと、結局はいくらいい耳栓買っても自分に合うのかどうか分かんないって話になっちゃうと、そうなってくればもうオーダーしかないっていう話になってきますよね。これの耳見ててもだって丸じゃないじゃん、もうほら縦長だもん。確かに少し柔らかいから縦に追従すると思うけど、合わなかったらね、小さいところだったらもう全然合わないですもんね、だからまあ一番市販されてる耳栓で誰の耳でも入りやすいっていうのは、こういうスポンジみたいな、まあフォーム耳栓って言われるタイプですよね。これをこう潰して自分の耳にギュッと入れて、そうすると時間が経ってくると膨らむから、まあなんとなく合う。多分耳栓っていうとこれが一般的な感覚なんじゃないかと思いますね。冬戻んねんだよ、硬くて。で、あとはね、これ使ってる人の多くだと外耳炎を起こす人が結構多いんです。ホーム耳栓ってやっぱりスポンジみたいなのだから、つけてると結構汚れがついちゃうんですよね。でなおかつ合ってるわけじゃないものをギュッと入れてるわけだから、擦れたりしてやっぱり外耳炎を起こして痛いっていう人が結構多いですよね。じゃあやっぱ耳大事にしつつフィット感があってだとオーダーメイドは非常に強いという、まあ理想としては理想ですよね。まあ負荷がかかんないし、平均的な耳栓の持ってるスペックをちゃんと発揮できるっていうことですよね。まあね、なかなかオーダーメイドってねないけど、今でもほら靴とかさ、スーツなんかもね、靴もだって左右サイズ違ったりするでしょ、で耳栓もほら入れるのちょっと違うって、この間ショートで言ったじゃん、ありますね。そうだから自分の耳でも左右大きさ違うし ね違いますからね。オーダーの耳栓なんかも海外ではもう結構昔からある。そうなんですか、遅れてんだよ。遅れ耳栓は。ちょっとね、音に対する意識っていうのはもうちょっと皆さん持つと本当はいいっていう感じですね、人間の体いろんな病気になりやすいし、健康管理みんなするじゃないですか。でも耳の健康管理してますかって言ったら多分誰もしてない。だから悪くなってから何かしようじゃなくて、その前に防げるものはやっぱり防ぐべきっていう感じですよね。ワイヤレスイヤホンとかで、今ってノイズキャンセルってあると思うんですけど、あれって耳栓となんかその区別というか、ノイズキャンセルよりも耳栓がいいとか、ノイズキャンセルでもいいんだよとかって言うとしたらどんなのかって、トゥルーワイヤレスっていうワイヤレスイヤホンにはほとんどがノイズキャンセラーがついてるんだけど、ただそのノイズキャンセラーの仕組みっていうのは逆位相って言って、外から入ってくるノイズに対して同じ波形のものを中で出すわけです。逆のやつですね、波形が。そうすると打ち消すっていうことでノイズが聞こえない感じになる。でも実際それ打ち消すための音の圧を同じように耳の中では出してるから、こもったような感じとか圧迫感が感じるとか、それが結構苦手な人が多いですよね。だそういうのは苦手な人はやっぱり耳栓の方がいいと思う。それと同じだけのもの自体はなってるから、ちょっと耳へのダメージも例えば耳栓に比べるとちょっと高いかもしれない。そうなんですよ、そこなんですよね。その辺もすごい論文、いろんな論文出てるんですけど、そのノイズキャンセラーの安全性がどうかっていう結論はどこにもやっぱり出てない。
だから実際その耳の中に発生している圧力は鼓膜に対してどんな作用を起こしているのかがわからないんですよ。だからそれがいいとはまだ言えないっていう感じ。いいでも悪いとも言えないっていう。例えばアーティストなんかはやっぱりこういう型取ってイヤモニターを作るわけですよね。やっぱり自分にぴったり合った状態の方が、じゃあなんでノイズキャンセラー使わないんだって言えば、オーダーの耳栓の方が変な圧もかかんないし、そうですよね、ノイズキャンセラーかければやっぱ音もね劣化しちゃうからね。なんかある意味この耳栓ちゃんとオーダーメイドで作った方が自然なノイキャンですよ。自然なノイキャン、ね、まあそれ一番普通だからね。物理的に塞いでるだけだから。物理的に塞いでる自然のノイキャン。これ本当作れる余裕があったりとかする人とかだったら本当に検討してみるの全然悪くないですよね。ね、いきなりオーダーっていうのもハードルは高いかもしれないから、うん、よくうちに相談来る方も結構説明すると、やっぱり耳栓まだやったことない、ただこういう音は嫌なんから欲しいなんていう人も結構いるんですが、そうするとまずはやっぱりね既製品、ま、ね、手出しやすいからまずそれを試すっていうことだよね。まずでもこうね耳栓のハードルをちょっと下げたいですよね。そうイヤホンとかスマホとかと一緒で、ただ少しずつパワーアップというか、そういつか究極形態であるオーダーメイド、オーダーメイドいきたいなと。そう、だから自分も普段あれですよ、6個持ち歩いてますから。6個もですか、すごいですね。まあでもそのぐらいこう耳を守ろうというか、ちょっとほら最適な、あちょっとこれうるさいな嫌だなっていうのをこう合わせるみたいな、そういうことができるとお耳を守れますよね。実際10デシベルっていう単位を下げるだけでも WHO の音の受容時間っていうのはかなり伸びるんですよ、うん、だからそういう意味ではがっつり下げなくてもちょっとでも下げれば、ね、耳の守るっていう意味ではそれだけでも効果的っていう感じですね。もじゃもじゃ、誰しも耳栓って言葉は知ってるんですよね。だからすごく生活の中に落とし込まれてはいるんだけど、実際その効果はっていうとみんなハテナっていう感じになってきますよね。そうですね。でもよく考えたらじゃないですか、今までチャンネルだとかいろんなことを使ってきましたけど、こんなに知名度が高くて広まってないものって珍しいですね。そうね、耳栓をみんな絶対知ってるのに、みんな使おうとしない。してないね。使うエンドユーザーから見ると耳栓100円ショップでもあるから100円200円、こういうフィルターがついてるものってちょっと高くて、安いのでも2000円台とか3000円ぐらい、だそうするともう2、3000円でも知らない人からすると耳栓3000円もするのっていう話になってくるから、ね、イヤホン買っちゃった方がいい。そう確かに。ライブ行く人とかやっぱり音楽やる人は、まあ、一般の人に比べたらやっぱりこうね大きい音でね、リスクがあるから、まあ、この辺の知識は持ってた方がやっぱいいね。であとはまあよくライブ好きで行くっていう人たちと話すると、本当に好きな人はやっぱりあの爆音を浴びたいじゃないですか。わかります、わかります。だからそこでやっぱり耳栓使おうかなって、まああんまり思わない。そうでしょうね。まあその好きで浴びるのはいいんですよ。でもその終わった後のケアとして耳栓をすることで、一回ダメージを受けた聴覚細胞っていうのはそこで休まることがあるから、だから終わった後にそう使うっていうのも一つなんです。気づかないもんね、悪くなってるのもね。そうなんですね。そこが本当耳の怖いところですね。怖いですね。去年の段階で WHO は公共施設のそういうライブハウスとかそういう音環境の指針もしっかり出してる。だから100デシベルまでに抑えましょうっていう風になっちゃってるから、だからそれが基準にいつかはなるからね。音環境っていうのももう実際世界では動き始めちゃってるから、いつかはガラッと変わる。変えなきゃいけないですね。変えていこう。もじゃもじゃ、はい、ということでですね、今日は耳栓深いね。なかなか知られてないですよね。ああそうなんですよ。でもこれなんか耳栓のね文化にしたいですね、うん、知らないからこうなっちゃってるような気がするので、うん、今回の動画でちゃんと知っていただければね、耳栓してるんだあいつっていうような文化になるかなと、うん、なくなりますよね。であいつさんにもきちんとね、俺の曲をずっと聴くために耳栓やれよっていう風にね、うん、感じになっていけば、いやいや本当、もう WHO にもね、もうね、WHO から来るんじゃないですか、ありがとう。いやいや、そういう風にできるようにこうね、皆さんの耳を引き続きWHO とともにお守りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、あのいろいろ耳栓あるので興味あるなと思ったらぜひポチっていただいてと思いますので、はい、で行く先々にはねこういうのもありますから、興味あるぞとこの辺行こうなと思ったら人はまたこうね概要欄貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。
ろしくお願いしますということで、今回の動画も面白いなと思ったらグッドグッドグッドボタンいただいてチャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで、じゃあまた次回の動画でお楽しみに。ちょっと待って。